こんにちは、粟田洋介です。今日はネガティブスペースのある絵を描いていこうと思います。ネガティブスペースとポジティブスペース、ご存じない方のためにちょっと説明しますが、立体で言うと、手があって、こういう部分がポジティブスペース、こういう穴が開いてたり空白の部分をネガティブスペースと言います。で、平面の場合はなんかオブジェクトの書いてある部分がポジティブスペースで、空白の部分がネガティブスペースと言います。まあ、ネガティブスペースというのは空白の部分ってことですね。私はあんまりネガティブスペースあんまり得意じゃないのか、後ろにかかっている作品だけでもネガティブスペースががっつり入った絵っていうのがほぼ1枚もないんじゃないでしょうか。ちょっとネガティブスペースを何色で描こうかなーってちょっと迷ったりもしてるんですけど、まあとりあえずこのキャンバスに今日は描いていきます。今日は随分お疲れのようで、まあ毎日暑いですからね、しょうがないと思うんですけど、動画を撮り始めた時からずっとここでおねんねしています。この辺大きくネガティブのスペースを取っています。もうちょっと付け加えて終わらせていきたいと思います。はい、完成しました。タイトルは丸い椅子に座る人です。なんかね、ここが丸い椅子みたいに見えたので、そういうタイトルにしました。ちょっとこの辺のネガティブスペースを多く取ってみました。最近あんまりネガティブスペースを取って書くことがなくて、なんかごちゃ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 書くのが結構好きなんですけど、ネガティブスペースっていうのもそうなんですけど、いつもやらないことをちょっと取り入れて、ちょっと表現方法を広げていったりとか、まあ、ちょっとそういう新たな試みって楽しいですよね。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。